聖歌文字による、華厳行、華厳行、正式名称、大方向仏華厳行は、大乗仏教仏典の一つ。教名は、大方向仏の花で飾られた教えのい。大方向仏、つまり時間も空間も超越した絶対的な存在としての仏という存在について説いた仏典である。元来は、雑家教、すなわち、 様々な花で飾られた、称言された教えとも呼ばれていた。ケゴン行は、インドで伝えられてきた、様々な仏典が、4世紀頃に、中央アジアでまとめられたものであると推定されている。ケゴン行全体のサンスクリット語原典は、未発見であるが、十字品、入り崩壊品などは、独立したサンスクリット仏典があり、現代語訳されている。漢訳漢本として、がある。 部分役としては、等がある。また、チベット語訳漢本も存在し、チベット大倉行の、カンギュルの主要な一角を占めている。中国では、ケゴン行に移居して、チロン州、ケゴン州が生まれ、特にケゴン州は雄大な重々無人の演起を中心とする独特の思想体系を築き、日本仏教史にも大きな展開を起こした。上大日本へは、大陸より、 新章が華厳宗を伝来し、東大寺で単元期による六十華厳の講義を三年間に及びを行った。東大寺は今日まで華厳宗大本山である。ネパールでは十字行と入法改品がそれぞれ独立の経典として旧、東方典に数えられている。地議の見解では、この経典は釈迦の悟りの内容を示しているといい。 バイローチャナブッダというフッツが本尊として示されている。バイローチャナブッダを太陽の輝きのフッツと訳し、ビルシャナフッツと恩社される。ビルシャナブツは、真言宗の本尊たる、大日如来と同一の仏である。華厳行にも、如来像思想につながる発想が展開されている。陽光である、ビルシャナブツの里主形の光は、すべての主情を照らして主情は光に満ち、 同時に、ビルシャナ仏の宇宙は、主情で満たされている。これを、一足一歳、一歳、即一と表し、あらゆるものは無縁の関係性によって成り立っている、ことで、これを崩壊縁起と呼ぶ。六十華魂の中で、特に重要なのは、最も古葬に属する、十字品と、入り崩壊品の章とされている。隋の地儀は五時八分鏡の競争晩酌で、 ケゴ行業を釈迦が浄道後間もなく悟りの内容を分かり、安くせずにそのまま解いた経典で、荒削りの教えであるとした。当の法蔵は、ケゴ語教書において、語教十終盤の競争晩尺を行い、ケゴの教えを再高としている。ありがとうございます。